はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントですね。よろしくお願いします。はい、今回はですね、はい、久々の企画をやっていきたいと思います。はい、まあ、見てわかるんですけども、絵しりとりをやっていきたいと思います。あ、久々ですね。久々。絵しりとりっていうのは、絵でしりとりをやっていく企画なんですけども、今回はさらにね、ちょっと難しく縛りをつけたいと思います。何の縛りだ。はい、その名も、擬人化絵しりとりです。くっそ難しそうなやつじゃん。例えばいちごゴリララッパーとかだとすると、そのまま絵を描くんじゃなくて、いちごの擬人化、ゴリラの擬人化、ラッパの擬人化という感じでつなげていきます。はいはい。でさらにお互い何を描いたかはもちろん相手に言いませんので、何を描いてるか推理をしながら次のイラストを描いていって、全部でね8、これ8体、1人4体ずつ描いて8個でゴールさせたいと思います。はい、答え合わせを最後にしますので、よかったら皆さんも一緒に考えてみてください。はい、では早速やっていきましょう。レッツチェケラー。はい、じゃあ1番手新本からいきます。はい、スタート。ちなみに1人持ち時間3分です。はい、短いな。でもこの3分間の間に考えてこなきゃいけないわけでしょ。何を書いてるか。こうきついぞこれ。はい、終了です。はい、すいませんね、いきなりねセンスがね、ちょっとクレヨンしんちゃんにの映画に出てくる敵キャラみたいなセンスになっちゃったんだけど、言いたいことは分かりますか。言いたいことは多分分かった。一番最初だからシンプルに分かりやすいちょっと記号的なものにしてみました。はい、オッケー、すごいヒント。じゃあ次 S 君お願いします。はい、じゃあ始めます。スタート。終了。はい、書きました。お、なるほど、燃えてるわ。燃えてるでしょ。でも分かりました、すぐ。マジでこんなすごい絵で、よく分かった。今回は結構いい。まあ、強いて言うなら擬人化っていうよりもかぶり物した人かなと思うけど。ちょっと待って、浮かばなかったのよ。で次いきます。はい、スタート。はい、終了です。はい、わかりますか。いやー、多分ね、多分あれってると思う。じゃあ超ヒントいくと、手に持ってるのは人参です。うん、ちょっと柄的なところを見ていただければ。はい、わかりました。はい、では次ですか、お願いします。はい、開きます。はい、今1分半経過したけど、マジでわからないよ。いや、もうこれは本当にもう見て、本当に感じてくれ。え、これ見て分かってる人いるのかな。え、もう終わり。はい、終了です。いやー、もうこれ何。いや、もうこれ本当見たままよ。見たまま書いてもらえれば、OK、見た、これ擬人化。あ、うん、なんか唯一これかなって思い浮かんでるのがあるので、頑張ってそれでちょっと書けてみます。はい、じゃあ次いきます。はい、え、わかんない。全然わからん。本当ないこれ。はい、あ、ごめんなさい、時間がなくて全部書ききれなかったんですけど、はい、これ全体を表す言葉です。僕わかりました、大丈夫です。総称です。はい、じゃあこれでエスコお願いします。この次がねちょっと問題だわ、マジで全然思いついてねえんで今。じゃあ書いていきます。はい、やばいぞ、全然浮かんでないぞ。これ何。あかん、あかんぞこれは。迷走している俺は今。ふにゃ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 みたいなのイメージして。ふにゃふにゃしてる。ふにゃ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 みたいなイメージだね。終了。ちょっと待って。むずむず。何これ。これはふにゃ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 みたいな、ふにゃふにゃふにゃみたいな。わかるわかる。いや、だからなん、わかったわかった。あの、なんかちょっとヒントになっちゃうけど、気持ち悪いものだよね、すごく。そう、気持ち悪いと思う、多分。わかった、わかった、オッケー。はい、お願いします。はい、じゃあ行きます。はい、は
い、終了しました。これはねマジですぐ分かったわ。分かった、うん、まあ結構このイメージ通りで分かった分かった。では最後 S 君最後です、はい、次が了解。まあ理想を言えば運で終われば理想ですけど。あ、まあ終われるよ。本当？まあ、終われる終われる。じゃあぜひぜひ S 君最後運で綺麗に終わらせてください。はい、でもそれの擬人化をどうやって書こうかなすげえ悩んでんだよねお願いします。はい、行きます。じゃあスタート。バカっていうなんか感じになっちゃってるわ気持ちは気持ち悪い腹かすってやら。エス君さ、多分それ柄間違ってるよ嘘本当マジで、はい、終了です。いやちょっと気持ち悪いでもまあ分かりました、何書いてあるかは。でしょ、うん、ただ顔にまで模様を描くかと思って気持ち悪いと思ったしぶっちゃけこの模様が間違ってる気がするんだけど。もうちょっと間違ってるね。嘘、あの正しくはこんな感じの模様っていうのは今皆さんに見せときますねはい、という感じで、じゃあ最後皆さんで答え合わせしていきましょう。一つ目、まず私が書いたのは答えハートです。これは分かったよ。まあちょっと最初だから簡単に、うん、ただちょっとねデザインのセンスがなさすぎてちょっとダサかったなと思うんですけども、はい、次トト来て、次せーの S 君。これね唐辛子。わかりましたすぐ。はい、あ、これ形が特徴的だからすぐ。もうなんか覚えつかなくて火吹いてる感じとかね。そう、とりあえず火吹かしてた、うん、次これわかりますか。これねシマウマでしょ。正解、うん、柄でわかった。死だし、まあちょっとシマウマこの、うん、柄を描けば伝わるかなと思って。シマウマってさ、うん、人参食うのと思って。俺馬だったら人参って分かったんだけど、なんか一瞬迷ったんだよね。シマウマなのになんで人参と思って。え、馬じゃん。でもシマウマっていや馬だけど人参と思って、草じゃねえのと思って。そっか、うん、草かも。それでとちょっと危なかったねこれ。 そこでちょっとあーっと思ったけ ど模様であーってなった。なるほどなるほど、うん、じゃあ次じゃん。これ難しいこれ最初ほんと分かんなかったけど、 S 君がほらどこをポイントとしてるかって言われて、あの濃くしてるからここを見てくれと。もうこれ擬人化って眉毛の濃い人じゃん眉毛ちょっとね書くのが難しかったけど、これ分かりました。これねもうねここで分かった。最初何書いてるか伝わらなくて、うん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 、でもなんかこの髪飾りみたいのがゲームのコントローラーだと思って、うん、そう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 、あ、これ多分ゲームだと思って。そうゲームなんかこう、ゲームだから全体ね、なんかもう何か固定なんてゲームで伝わってよかったです、うん、じゃあ次ム。いやこれ災難かムこれもう分かった俺。ムカデ。そうそうだよね。あのもうこういうシュ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 っていうのを分かる。ここがもううねうねしてるのが全然何かよく分かんなかった。ムカデだから顔もちょっと長めに描いて。あ、なるほどね、うん、こんな虚無の顔してるのムカデってすっごい髪型もこんな髪型なんだと思って全然浮かばなかったよもう。あ、でもまあなんとか伝わりました、ムカデ、はい、で次がデなので、はい、これはもうすぐ分かったわ。分かった、うん、色も塗ってるし、うん、もう色塗る前からもやっぱこのコンセントとかこの髪型でもう、うん、バチバチバチっとした感じ分かった。正解、電気です、うん、まあ私もこれは表現しやすかったかなっていう、うん、で最後ね木でこれも分かるけど気持ち悪い分かるけど気持ち悪い。え、キリンだね。そう、キリン。でもそれ綺麗に運で終わったから。そう、終わんで終わらせたから、うん、すごい絵は気持ち悪かったけど大成功じゃないでしょうか今回は。ということで、しりとり今回我々大成功でした。イエーイ。皆さんにも無事伝わったでしょうか。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンを押してください。では他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と、はい、エス君でした。バイバーイ。バイバーイ。